本日はですね、黒いベース、あれのパーツを全部金に取り替えて、でその取り替える前の銀のパーツが全部余ってるわけですよね。ここにいっぱいあります。で、この白いボディ、これはまあ黒いボディと白いボディの、それを変えたら音が変わるかというものに使ったもの、あとこちらのこのネックはネックを変えたら音が変わるかというのに使ったものです。まあ、要はこれら全部余ってるんですよね。というわけでこれらをまあ今回は組み立てて一本のベースに作っていこうと思います。ピックアップもあります。これはギャラン、あの黒いベースにもともとついていたものです。これは結構音がいいんですよね。あとこの辺に適当に部品があるからボリュームポットとかトーンポットとかは使えるかなと思います。では早速組み立てていきましょう。目標はそうですね、1時間ぐらいでできればなと思うんですけど、私やったことないんですよね、この状態から作ったこと。では早速ブリッジアースを通しますか。ちなみに今回作ってから調整する時間は含まないです。本当組み立てる時間のみ計測していこうかなと思いますね。ピックガードは多分ネジ穴が合わないんだよな。うん、これはあの黒いベースについてたやつですからね。なんでこれにしたかというと、ここのこの形、このピックアップ、もともとギャラについてたやつ、これフロント用とリア用で大きさが分かれてないんですよ。まあ、この辺がやはりあのジャパンコピーの特殊な感じですかね。ギャラのベースについてはあの過去の動画をご覧いただけたいですね。うん、というわけでここの大きさがちょっと加工するのがめんどくさかったので、これにして、でネジ穴の方が何箇所か合うところがあるから、そこだけで固定して、あとなんか浮かないように1箇所2箇所止めるっていう感じにしようかなと思います。うん、適当に何かあるかな。あのポットだけ取り替えるっていう動画も撮りましたし、その辺のこれは余った部品ですね。 B の250、 まあ一番普通かな。まあちょっとこれ3つバラバラですけど、これでいきましょう。まあ、ここは後で取り替えようと思います。まあポットのこと忘れてましたからね、ぶっちゃけ。よし、オッケー。ここは後で考えましょう。多分後でテスター使ってプラスマイナスどっちがどっちっていうのを測った方がいいですね。白黒とか白赤とかだったらわかるんですけど、青赤ときたらどっちがどっちだかわかんない。何分バラバラなパーツで作ってるから、ネジ穴が合わないの可能性もなくはないんだよな。ネックか。うん、OK、ブッシュは綺麗に入りましたね。一回このペグはこのやつ取り付けたことあるから、ネジ穴ぴったり合いますね。よかったよかった。例えばライトペグに取り替えたとか、そういうことはやれるんですよね。すごい、まあ、ペグ軽くはないですからね。よし、このナットは多分スポット入るのかな、入んないのかな。細さが合わねえな。うん、ここを削るか、ここを削って入れるの方がいいかもしれませんね。うん、よし、まああとだ、ナットは。じゃあここにこうつけましょう。おおよそ楽器っぽくなってきましたね。ちなみにこのフェンスは本当は5弦用ですね。だからちょっと4弦用には幅広いんですが、無理やり歪めて使ってます。うん、私のこの適当な性格が反映されてますね。ここだな、ここがちょっとなんか演奏してカタ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 言い出したらネジ止めましょう。それぐらいいいですね、現時点では。コントロール類をハンダ付けしますか。テスターを適当にいじって、どっちがプラスかマイナスか頑張って判別してみましょうかね。こう磁力を発生させればいいんだ。針が右左に触れたらなんだよな。これはアナログじゃないからそれがわからないんだよな。うん、両方に動いてるもんな。わっけわかんねえな、これじゃ。なんかこっちはやっぱ減る方向に行く気がする。っていうことは、赤い方がホット。これで音は出るはずですね。ちょっとだけ軽くテストして、もう行く準備かな。
よし、できた。じゃあちょっと続きはまた帰ってきてからやりましょう。はい、では続きやりましょうか。とりあえずですね、まずこの指板にオイルを塗っている間に、ここの穴ですね、緩い部分を埋めて、でここの溝を広げて納豆が入るようにする、そういう感じですね。よし、じゃあ早速やります。納豆ですね、納豆入るように溝を削る感じか。あとどれぐらいだ？あとちょっとですね。置いといたらまたここ縮んでますね。ちょっと引っかかります。まあ後々かな、ここをまた削るのはいつでもできるので、まずはまあ組み立てましょう。よし、ではちょっと手を洗って弦を交換しましょう。弦を張って微調整する感じですね。まあ微調整はカメラの映ってないところでやろうかな。これはいろいろ調整がいりますね。よし、まあ、ちょっと音が出るかどうか、ピックアップされてるかどうかだけ試しましょう。そしたらもうあとは頑張って調整するだけですね。うん、ちょっとトーン怪しいですね。まあハンダが乗りませんでしたからね。うん、OK、出た。よし、じゃああとはちょっと調整しますか。うん、調整はまた後々の画面にします。まあ1時間ぐらい見てますね。ではまた。はい、調整も終わり、こうやって演奏できる状態になりました。まあ調整はですね、納豆を削ったりブリッジの高さとか、まあ、あとネックの締め具合とかいろいろやっておいて、もう一回やってみたいなことをやったので、まあ2時間ぐらいですかね、かかりましたね。まあ今とっても弾きやすい状態ではあります。まあ弾いてみようと思います。音がやはりギャランのベースに似てますね。最初のギャラン、買ったばっかりの頃、まあピックアップがギャランのピックアップですからね、やはりこれこういう音なんでしょうね。このピックアップ、今時に比べるとローが少なめですよね。こうキャリンキャリンっていう感じの音ですかね。うん、セッティングの影響もあるかもしれませんが、でもこのピックアップはやはりそういうピックアップなんでしょうね、これね。なんかちょっとこの音がこの辺歪んでたりするの？これはネックですね。この音が揺れてるのはもしかしたら弦の張り方をミスってるというか、その都合もあるかもしれません。さっきちょっと弦を緩めて、このボールエンドあたりをこうちょっと動かしたりとかしたらちょっと変わったんですよね。そういう風なこともあるので、まあ、何かしらのそのいろんな要因があると思います。自分が弦高を下げすぎているとか、もうちょっと上げたらこの音が揺れるのがなくなったりしますから、まあそういうふうないろんな要因があるのですが、まあ、とりあえず現状こんな感じで作ることができました。このネックなんで買ってもう半年以上経って、でこの指板がちょっと縮んできたから、こう横のフレットをこう削ったりとかそういうことをやってるのですが、もう少し指板がこう動いてますね。しかもその動いてるっていうのもきっちりこういう風に動いてるっていうよりは、ちょっとこうなって動いてるのが分かりますね。うん、だからやはりまあ作る段階ですぐ作っちゃうんでしょうね。その木の乾燥とかそういうのを待たず、イエロージェムさんなんかは一回ネックを作ってから
置いといて動いてからもう一回削るって言ってましたからね。だからそういう風な作業までの時間はかけてないんでしょうね、これはね。まあこっからですよね、このパーツを取り替えたりとか、そういう風なことをやって、まあこの楽器をまあどういう風に使っていくかっていうのを今考えているところです。まあピックアップはちょっと取り替えようかなと思いますね。じゃないと多分音がいい音でこう伝えることができないと思うんですよね、うん、まあ何のピックアップにするか考え中です。セーモアダンカンかもしれないし、 EMG かもしれないし、全く違うところかもしれませんが、とりあえずまあこのピックアップからは何か有名なものに取り替えて、まあレビューという感じのことをしようかなと思います。まあその間にもう少しこうナットだったりとか弦高だったりとか、このフレットだったりとか、まあカメラに収めないのですが、そういうふうな調整というものはして、まあいい感じにはしていこうかなと思います。でその後ですね、これ買ったんですよ。全く同じような形のこのメープルシバンのネックです。これに取り替えて、まあ、ネックを変えると音がどう変わるかという第2弾なところをやろうかなと思いますね。こっちも、まあ、多分急いで作ってるの分かりますね。ちょっとこの辺こう飛び出してますからね、うん、まあ、そういうのは後で自分でゆっくり直せばいいんですが、だから一回、まあ、ピックアップを取り替えていい音にしてから、これとこれの比較っていうのを、まあ、後々やっていくっていう感じに、まあ、この白いベースはやろうかなと思ってます。せっかく白いベースなんで、これも白い方がかっこいいかなっていう、まあ、そういうふうな安直な理由もあります。まあ、後々のお楽しみにしていただけると幸いです。まあ、こんな感じですね。適当に組み立てるとこういう感じというのが、まあ、伝わったらいいかなと思います。サブチャンネルの方にはノーカットでお送りしようと思いますので、そちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。では役に立つベースのことチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。